さあ来ました、月に一度のお楽しみ、バイクでキャンプ場に行く動画です。で、毎回いろんなバイクをお借りしましてキャンプ場に行ってるんですが、今回のバイク、こちら。スタイルというバイク雑誌のツーリングキャンプ企画なので、このように荷物をですね積んで、この中にはキャンプ道具が入っております。おはようございます。お願いします。これ何 cc でしたっけ？750。あ、そんな大きいんやこれ、はい、あれ XADV って前からそんなんでしたっけ？排気量 XADV はそうですね。これは快適そうやな。荷物も積めますもんね、がっつり。はい、鍵はこのスマートキーになります。出たスマートキー、はい、これウィンドシールドもついて、そうシールドの方はここで簡単に、あ、ノッチで一応5段階、すごいな、1、2、3、可変なんや、はい、でも今日なんかも高速乗るんで、あ、もうもうマックスのシールドにしておいた方がいいですね。マックスしていきました。ほんでこのキーを持ってます。この状態で、じゃあ一回プッシュしてついたと。この段階でセーブ。この道、ここは気持ちいいですよ。これ左側がずっと富士山ですね。
があまりに綺麗で一旦止まりました。でん富士山がやばい。着きましたね。わあ、なんかすごい。なんかね、ここ犬と一緒に来れるキャンプ場みたいな感じで、なんかドッグランとかがなんかあるんですよね。なんかえらい綺麗なおしゃれなとこやな。なんだか洒落てますね。わ、ドッグランがすごいわこれ。あ、だからこれ人サイト、人サイト、犬が放し飼いにできるようになってんのかな。でこっちにこうロッジみたいなのがあって、へえ、あ、もうワンちゃん連れてる人がいますね。はあ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 。カブでキャンプ来てる人いますね。え、どういうこと？なんか向こう奥の方ではなんかあれなんや、なんか人がいっぱいなんかやってます。まあ、これ結構変わったタイプのキャンプ場ですね。でもすごい自然が綺麗。よろしくお願いします。得意です、お願いします。え、これここ、これがドッグランなんですよね。これはね、キャンプが多い時はもうキャンプサイト。ああ、であっちにもサイトがあるんだけど、はい、ドッグサイト、あっちが埋まっちゃうとこっちを使います。あ、じゃあ普段はここはもうドッグランとして使ってて、はい、多くなってきたら、はあ、はあ、兼業ですね。へえ。バイクの台数多い時はもう貸し切りで。ああ、バイクの集まりとかもあるんですか。あ、あります。へえ。向こうのそのキャンプサイトは基本一区画ごとに犬も別に放し飼いできるんですか。はい、犬は向こうの、その向こうのドッグランで。あ、へえ。サイト内はリード。あ、へえ。すごいな、綺麗やな。向こうにいる人は何を今されてるんですか。あれはね、東京のね、ペット学校の学生がね、授業してる。ああ、合宿に来てて。そういうことか。そんな合宿なんですね。へえ。バレるとケッ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 言われそうですね。いやいや、多分大丈夫です。これオーナーさんの株なんですか。はい。今日キャンプされてるんですか。土日友達が来て一緒にキャンプして。へえ。そのまま置きっぱなしです。最高や。わあ、いいですね。最近ね、あの新しい家具めっちゃ売れてますけど、そう、今ね、またこのモデルもいいっすね。なんかすごいスッキリしてて。え、この辺とか元々ですか。いや、この辺は最初からですね。へえ。これ
だけ貼って、はいはいはい、いいですねこれ、かっこいい、かっこいいな、これ今のやつよりかっこいいな、そうですよね、はい、でカゴつけてカブキャンプえ、なんかグループやってらっしゃる、いや、グループはないですけど、こっちの方のグループありますね、へぇ、能登カブ千見附島ってやつ、へぇ、あ、これ1年目、2年目、3年目、今年で4年目、あ、へぇ、そういうなんかツーリングの会やってるの、カブで1000キロ走る、うわ、えぇ、集まります、はい。このガス缶もかっこいいですね、これめちゃくちゃ味あるな、え、これはどうしたんですか、これはあの昔純正であったんです、あ、そうなんや、へえ、バイクも好きなんですね、じゃあすいません今日よろしくお願いしますお願いします、ではちょっとこのキャンプ場の前景の方をお見せいたします。今回岩崎さん立っての希望ってことですよね、はい、はい、あのもうぜひ九番サンドを食べさせていただきたい、九番サンド違ったかな、そう、九番サンド、九番のキューバのサンドイッチみたいなことですか、はい、それを何し映画で見たんでしたっけ、そうです、あのシェフっていう、はい、映画がありまして、はい、その映画の中でそれシェフが作る九番サンドがとても美味しそうに、ああ、たまにありますよね、映画でなんか、はい、これめちゃくちゃうまそうやなってこれ食いたいってやつ、はい、それですね、それです、じゃあ憧れの九番サンド、はい、いつ頃見たんですかこのシェフは、だいぶ前ですね、もう何年ぐらい前だろう、10年は経ってないですけど、はい、もうだいぶ経つと思う、まあもう 10年弱の思いを今日、はい、叶えていただけるという分ですねそれも他力本願で叶えるという、はい、これが一応9番、ホットサンドみたいなことですか、キューバンサンドメーカーっていう、 あれだとキューバサンドだって、キューバサンドメーカーってなって、うん、え、でそのキューバンサンドは、はい、どういうものなんですか、何をどうしたらいい、あの、映画の味を再現があって、はいはいはい、これが豚肩ロースが入ってるんですか、ローストポークが本来は入らなきゃいけないんですけど、はい、また見つけられなそうですねこれがあのいつものちょっとあれっていう、まあでも ハムがあったら別に、あ、一応ローストチキンが、あ、チキン、はいはい、ローストチキンが発見したんで、はいはいはい、ローストチキンと、あとハムで、あのベーコン、ベーコン、はい、とでもチキンならチキンの方がいいと思いますよチキンとベーコン混ぜない方がいいと思います、はい、豚と鶏は一緒にやらない方がいいと思います、あ、あれですか、はい、じゃあでもこっちでいきましょう、はい、それであとチェダーチーズっていうのがよく分かんなくて、チェダーブレンドっていうのを待ってきたっていうこれチェダーこれ結構硬いから、あ、そうなんですね、これとろけるチーズじゃないとダメなんじゃないですか、ホットサンドにするんですもんね、はい、やばいですね、これ割とおつまみ的なやつではい、これはね溶けないから、あれチーズこれしかないんですか、普通のあのスライスチーズだったら溶けるね、だから岩崎氏が全く料理をせえへんから毎回
材料とかがもうむちゃくちゃなってくるんですよ。まあとりあえずだから、ローストポークを使うんやけど、その代わりにローストチキンでしょ、はい、ほんでそのとろけるチーズを挟みたいんだけど、はい、スマートチーズというこれおつまみチーズですね。これ割とチェダーこれ硬いから、まあ一回挟んでみましょう。まあ多少とろけるでしょう、はい、ほんでマスタードとピクルス、はい、ピクルス、はいはいはい、 OK、 じゃあこれで、挟んで焼くと、はい、これで、はい、了解。怪しいまな板どっから持ってくるんですかね、こういうまな板ねえ、これどこのどこにあったやつなんやろ。キューバサンドってその何、ローストポークありきでキューバサンドって言うんですか、だと思うんですけどね。バゲットで作るってとこは違うぐらいじゃないですか。うん、あ、バケットはあるんですね。これあります。あ、だったらだいぶじゃあキューバサンド感が出るかも。切って入れるしかない。あれだね、スライスチーズとレタスを買いに、はい、コンビニとかに行ってみる。あ、サクッと行ってきますか。スライスチーズあるんですか。あ、すぐさっきあったんで。ああ、じゃあ売ってるかもね。とろけるチーズのやっぱり 見た目がだいぶ違うと思う。とろけるチーズがあったらいい感、うまそうになるから。わかりました。うん、その方がいいと思う。車お借りして。じゃあ休憩。すいません。ありました。ではないですけど、とりあえずスライスチーズはゲットで。チーズはチーズです。こういうことですね。じゃあまずチーズ引こうか。溶かしたバターをバケットの表面に塗り、バケットの表面に塗る。ややこしいことを言うな。ちょっと、まあ、なんかでもうまそうになってた。やばいな。まあ、憧れのね、はい、岩崎さんの。たっぷりいっちゃうか、これは。うわ。これで、バケットがちょっとうまそうな感じしますね、やっぱね、ちょっとね、うん、ドキドキですね。ちょっと勝手に盛り上がってます。おじさんの夢が、はいはい、これで、はい、閉めますよ。これです。閉めます。挟まった。お、 OK。バケットを半分にカットし、マスタードを塗る最初だった。まあまあいいっす。もう一回いきます。いや、もうこれ開けないわ。はい。ぐじぐじってきました。あ、いい香りしてきた、バターの。これね、ホットサンドで結構速攻焦げるから気をつけないと。ほんとね、一瞬で焦げたりするんですよね。ちょっと開けてみよう。あ、いい感じ。岩崎さん、見ようがいい。ちょっとおー、いいですね、いいですよ、いいですよ、いいですよ。ほっ、あ、いいよ。マスクしてると何も匂いもしてくる。いい。これもうちょっとでできるの。お、え、焼き色結構ついてました、映画の中では。匂い結構きます。いい匂いする。
どうですか、いや憧れのキューバさんとか、ちょっとかなり期待大ですね。10年弱思い続けた思いが、はい、今目の前にありますね。じゃあ次、じゃあ硬いステーキ硬いステーキはあれは硬いステーキ、硬いステーキのことをやたら語ってるんですよ今日。いや、あの週末近所に、最近会社の近くにメキシコ料理屋さんができて、はい、でそこであのたまにはお肉食べようと思って、はい、ステーキ頼んだんですよ、はい、で、まあ、なんか最近柔らかいステーキ多いじゃないですか、はいはいはい、まあ、和牛のね、そう、はい、だけど僕の中ではやっぱりなんかステーキって結構、はいはい、顎が痛くなるようなのが、いわゆるアメリカとかのお肉ですね。そうなんです、はいはい、で、あまり期待せずに食べたんですよ、来たんですよ久々に。あ、ここがもう硬いステーキが、はい、痛いっていう。そんなん別にオージービーフとか買って焼いたら割と簡単にいけるんですか。簡単に買って、まあ、あの和牛がね、サシが入ってるから柔らかいけど。あ、そうなんですって言ってる間にちょっと結構もういいかもわかんないです。あ、ですか。じゃあ次回硬いステーキ、次回硬いステーキで硬いステーキってうまそうじゃないか。いきます。はい。ザン。お、いい感じ、いい感じ。おお。おお。確かにうまそうですね。いいじゃないですか。めちゃくちゃうまいですけど。これ逆側も割といい感じなんだ。もういいよ。あ、危なかった。これもう、もうちょっとで焦げるとこやった。危なかった。でもセンターちょっと焦げてるけど、まあまあこのぐらいは。いや、全然許容範囲でしょ。はい、これでも岩崎さん、いきます？ね、あ、でも半分に切る。あ、そう、そうしましょう、そうしましょう。二人食べる。はい。ね。うわ、なんか、あ、結構パリパリしてる感じなんですね。まあバケットですからね。いろんなものが分からなさすぎて。おお、なんか。これ動画だな、音だ。いいっすね、このサクサク。もう熱くない感じですね。あ、なんとか。いける。いける、いける。お。岩崎さん、まずは岩崎さん、いいですか、こっちを。すいません、逆光か、逆光だ、こっちに行った方がいい、はい、ではいただきます。いや、本当になんか幸せな感じです。あ、どっち。美味しい、美味しいです。こういう食べ物だったら、ただちょっともしかしたらローストビーフじゃないや、ローストフォーク、フォーク、ちょっと味は違うのかもしれないですけど、まあちょっと違うでしょうね、さっぱり、はい、こっちの方がさっぱりしてるから、 あんまり納得いってない感じですよ。いや思ったんとちゃうみたいな。いやいや、お、マジですか。本当です、ま、前ただこれチキンにがっつり味がついてないとあんま味がない感じになってないですか。いや、なんかチーズがきっちり出てる。うん、うまい、うまいですよね。いや、うまい、はい。このパッパリパリ感と、うん、すごく僕は美味しいと思います。これホットサンド、バゲットの方が美味しいな。うん、はい、うん、うまい。マジでバゲットの方がいいですね。うまいと思う。こういうこと食べます。さらに普通の、あ、それいいな。うまそう。